それじゃあ今日もですね、フォールガイズやっていきたいと思います。ドアダッシュやっていきましょう。いや、そろそろね、そろそろ決勝戦まで行ってもいいと思うんですよ。なかなか決勝戦行けないな。まあまあいいところまではね行くんですけど、なかなか決勝戦行けないんですよ。本当にこの60人の中にのなんていうの、1人っていうのはどんだけ難しいかっていうのはね、思い知らされましたね。いや、うまいな、あの人なんか知ってるっぽいね。あの黄色とピンクの人、一番左、いや知らないな知らなかったね。これ確実にゴール取れました。あ、落ち着いていきましょう。よし、何あの人、何めっちゃさ、なんかこう這いつくばって歩き回る人いるよね。ここも僕得意ですよ、スピンレース。チームでバトルするよりやっぱ個人でバトルする方が僕は好きだな。チームでするのもねやっぱ楽しいんですけど、やっぱ個人でする方がね、なんかこう自分の力で勝ったっていう感じがして僕好きなんですよね。それでもやっていくしかないんだね。その尻尾は飛ぶためについてんだろな、ピオキング。それじゃあこれ左に渡っていく。いや、渡れなかったか。ここ左から行こう。そして今度はジャンプ。よし、これもこういつもなんか僕左から行ってる気がするんだよな。よし、 OK。 でここもジャンプして渡る。まあまあこれも取れそうですね。今回30位以内に入れそうです。よし、でここもジャンプ。この球がね結構苦戦するんだよな。まあこれは安定してゴール目指せ。いや、ちょっと待って、たまにいるよねああいう人、邪魔する人、めっちゃびっくりするんだけど。今ねちょうど30人になったんですよ。30人ぐらいになったらなんかチーム制になる気がするんですよね。はっ、なんこれ、動く壁を避けて足場から落ちるな。初めてなんですけど、動く足場から避けて足場が動くってことかな。どんな感じなんでしょう。あ、こういうことね。この壁が出てくるからどんどん避ければいいんだ。あ、これ簡単っぽいね。それじゃあ、うわ、ちょっと待って待って、危ない危ない危ない。いや、でもこれ簡単ですよ。これは一番右かな。どっちから来るとかあんのかな。で今度一番左で次真ん中、似たようなねキャラがいっぱいいるからちょっとマジで分かんなくなる。多分この壁がどんどん速くなってくるんでしょう。で一番左行こっか。よし、次真ん中、多分これ真ん中折った方がいいね。まあ当たり前だけど、真ん中折ったら右と左どっちにも行けるから。よし、これはジャンプかな。ジャンプ、よし、これもジャンプかな。ジャンプ、よし、これも、いや今度どんどんジャンプしろって感じかな。これやばい、向こうに行き過ぎたら落ちるな。よし、次右、やっぱ速くなってきてるね壁。いや、いいですよ、こういうの得意ですよ。よし、ジャンプ、いや速い速い、マジで速いから。いや結構今の落ちたんじゃない。いや、まだ3人しか落ちてないのか。え、これ何人落ちればいいの。29人落ちればいいっていうわけじゃないでしょう。やばい、左手に手汗が返ってきてる。よし、これもジャンプ。みんなこれ邪魔しないでね。で、これ邪魔したらマジで終わるから、これ邪魔したらマジで終わるから。よし、これジャンプ。よし、 OK。 あ、これ時間内でいいんだ、時間内落ちなければいいんだ。20人ぐらいでも落ちたよね。あ、ほらほらほら、いや来た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 、残り9人、初めてのクラウンかな。マジか、ここでチーム戦か。5対4ってちょっと待って、ずるくない。せめて5の方に行って、黄色黄色、やった来た。これずるいよね。よし、じゃあシュート打ちますか。こっち5人だから、まあまあまあ多分大丈夫と思うんですよ。守りに徹しようかなね、守りに徹しよう。絶対入れねえみたいな、守りに徹しようか。見てほらこれ入ったでしょ、これ両方入ったでしょ。いや熱いね、いや熱いよこれ。いや自滅してる、来た、これ来ました、これ熱い。ほらほらほら、どんどん入ってる。これクラウン勝負、
来ました、残り5人と勝負するっていう感じ。何なるのかな、おりゃナイスヘディング。いや今のはうまいですよ、これも入れていこうか。いや相手ほんとこれかわいそうね、え僕青だったらこれちょっと切れてるかもしれないね、さすがに5対4はさすがにないわ、めっちゃかわいそう。マジでキーパー1人おるんだけど、ここめっちゃかっこいいんだけどこのキーパー。それじゃあこれも、いや待て一点も入れさせねえぜ。よしこっち、よしオッケー、あうまいな、あの青うまいな、これ入れられたね。まあでもあと6点差は厳しい、残り1分しかないし、残り6点差はマジで厳しい。さすがに勝ったでしょこれ。これヘディングスカッためっちゃスカッた。いやまずいやーよしゴールキーパー頼む、うーまい、めっちゃうまい、ナイスゴールキーパー。そしてここもいけ、まあ、さっきからめっちゃスカってる。ちゃんと慎重に運んでいこう、慎重に運んでいきましょう。これを持っていって1人ゴールキーパーいるね、ちょっと待って、あのゴールキーパーなんで、え、あなた味方でしょあなた味方でしょ、え、何外野プレイヤー、え、何ちょっと、え、手のひら返した感じ、相手に協力する感じ、そういう人許さないよ僕。ちょっとどこ行ったあの鶏みたいな人。まあまあでもあと5点でしょう、大丈夫絶対勝てる、あと4点か。よし皆さんここまで見てくれてありがとうございます。僕はこれでクラウンを取ることを、あなるほど、一人しか持ってないってことこれ尻尾、尻尾この子か、この子からもらえればいいの、多分そうでしょう、多分うまいですよあの人。いやこれ右から行こうか、まあ2分もあるからそんなに急がなくていいと思うんですけど、どこにいるかな、この辺か、うまいな逃げるの。いやでもさっきと違う人じゃない、よし1回は持ちたいね、せめて1回は持ちたい、きたー、よしこのまま、いやお前隠れてるめっちゃ隠れてんじゃん、このまま逃げよう、残り1分、いやこっち、うまいうまいなこの子、華麗に取ってったぜ、いや渡さねえよ、よし返してもらうぜ、オッケー、まずい返せ、枯らせ、あとちょっとあとちょっとあとちょっと、やばい45秒しかないな、逃げ切れられるかな、よし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 、ここでもらった、誰嘘待ってあなたですか、残り30秒、まずい、よし追いかけよう、早くどこだ、こっちか、いや先回りしよう、こっちに来るはずだ、絶対こっちに来るはずだ、よし、あー惜しい、待て残り10秒、9 8 7 6 5 4 3、あー負けたこれは、いや惜しかったねこれ、悔しい、見事です、負けました。でもねここまで来れたのは僕非常に嬉しいです、ずっとやっててねここまで来ることできなかったから、うん相当嬉しいですね、まあ、そう簡単には1位を取れないゲームですけど、取れるようにねもっと上手くなっていきたいと思います。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。